いなこれ。はい、始まりました、ケマズクッキング。今日やる料理はね、じゃじゃん、ちょっとねバゲット買ってきたんですけど、これでまあ美味しいパン食べたいなと思って、ちょっと思うような感じで、ちょっと僕ガーリックトーストがめっちゃ好きなんで、ガーリックトーストのアレンジでちょっと究極の卵サンドみたいな感じのやつやってみようかなと思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。じゃあ早速なんだけど、まず卵サンド的にやりたいんで、あのね、今日はこの固ゆでの卵を作りますね。でまずね、このね沸いたあのお湯にたっぷりめのお湯でいいからね、そうだな、いつも通りなんだけど、こういう感じでね、ゆっくりこの卵を沈めて、何個ぐらいやろうかな、まあ、6個ぐらいでいくか。まあ余ったら余ったでまたあれなんで、でこれでいつも通りなんですけど、今日は固ゆでにします。なんで10分ね、10分、はい、10分ね。で、これで、今日は卵サンドだから、そんなに、後で崩しちゃうんでね、あんまり神経質にこう、真ん中に寄せるためにこう、混ぜなくてもいいんですけど、まあ一応、まあいつも通りね、こう、ちょっと癖でこうやっちゃうんだけど、こう、混ぜながらね、最初のうちちょっと様子見ながら、で、全体的に今日は固ゆでなんで10分茹でます。はい。そしたらですね、今度こっちでガーリックトーストを作りたいんだけど、じゃあ今日はね、今日ちょっとこの、まあちょっとね、今日は青森さんのね、いいやつ買ってきた、ガーリックトーストだからね、どうせなら美味しいの作ろうと思ってね。よし、こういう感じでね。で、2粒ぐらいかな。今日大きいからね、ちょっとこの芽がね、入ってるから、これはちょっと焦げちゃうんで、今日は取りますね。よいしょ。普段はね、炒めんとき僕これあんまり取らないけど、今日はほらガーリックトーストなんで、ちょっとね神経質にこれが焦げちゃうんでね、今日だけは取りますね。でそしたら、まあこんな感じで、まあみじん切りにしていきますね。粗めだけど、今回はちょっとねガーリックトーストなんで、ちょっとこう細かめにちょっとしますね。全体にねパンに馴染むようにちょっと細かめにします。はい。でちょっとね細かめに切って、でこの火のついてないフライパンにとりあえず入れます。今日はガーリックトーストなんで、あとパセリだね。よいしょ。パセリもこれぐらい、じゃあみじん切りにしておきます。いやー、これがねまた香りが良くてね、色鮮やかになってめちゃくちゃいい感じに出るので、もうね切ってる矢先に香りいいですもんね。これですよ、これですよ。はい、こんな感じでみじん切りにしましたと。はい、はい、さあそしたらね、まあねバゲット買ってきたんで、まな板洗ってきたからね。で今日はまあね、自分の中のデザインとしてはね、一応イメージしてきたんだけど、こういうちょっとまあここはあれだとして、これ意外と切れねえな。あ、卵上がったんで、はい、これでね、今日は固ゆでなんで、このまま綺麗に剥いていきます。はい、そしたらね、パンをね結構大きめに切りたいんだよね、今日ね。このくらいか、まあ、結構こう高さが出るくらいがいいと思ってんだよね、このぐらいの高さね。まあこのパンの大きさにもよるんですけど、まあ今日はこういう形だったんで、うん、大体このまあ5センチぐらいですかね、こうちょっとこう高さのある感じ。ね、こんな感じでしましょう。で僕の今日のこのデザインが
結構やっぱこうガーリックパンをしっかり作ってトーストをね、でそこにこの切れ込みをさ最初から入れとこう。でこういう状態でじゃあ10時あいけんな、よし10時にこう切ってこういう風に状態でまずあのちょっとこうね初めの段階でこうやってこう十字にこう切り込み入れておきます。こういうふうにこう花開くようなイメージですね。こういうふうに最初から十字に切り込み入れておきます。よし、はい、こういう状態でこういう状態でこう切り込みね全部こうやって十字にこう切り込み入れます。こういうふうにね、でこの十字に切り込みを入れることによって最終的にガーリックトーストを作ってここにホールドできるようになってるから、ここに卵をサンドたっぷり入れようかなっていう寸法です。じゃあ早速ねその計画通りにちょっとやっていきましょうかね。じゃあまずねここにまずまあ弱火でね、一番最初はねオリーブオイルでいいね、オリーブオイルでこれだと大さじ1杯2杯分くらいかのオリーブオイルでちょっとニンニクに香り出しています。いやもう今日はね結構この趣味的なこのガーリックたっぷり効かしたこの感じに仕上げたいと思います。はい、そしたらねじっくりやってる間にちょっと卵むいちゃうね。はい、そうこうしてるうちにゆで卵はい上がってきたね。そしたらこれをねこう片腕なんでざっくりざっくり潰していきます。はい、よいしょ。卵サンドさほんと好きだからね、ここはもう好きな粗さでやってください。僕はねもう結構まああんまり超ペーストにしないでこう結構ね白身と黄身がこうあ分かるなってぐらいが好きなんでね、ちょい粗めにこういつもやっちゃうんだよね。こういう状態で、まあ、ちょっと崩してよいしょ。粗い方がさなんとなくさこう手作り感が満載で僕好きなんですよね。これでじゃあちょっと、まあ、塩ね、で胡椒ペッパーケーブってねちょっとこれ入れてでまあ好きなだけマヨね、でここの、まあ、マヨ加減は皆さんねお好きな加減にしてよいしょ。これでシンプルだけど超簡単美味しいマヨディップ完成です。はい、卵サンドの素完成。さあそうこうしてるうちにねこういい感じにこのちょっとだけこうほんのりこう焦げたような感じになって香りがバー上がってきました。はい、そうしましたらね、はい、ここにこのねパセリパン入れてでここにバターだね、バター 30g。 さあそしたらここでもうほんと究極のもうガーリックバターだね。ここはもうすごいいい感じのもううわもうめちゃめちゃもうこの時点で半端ねえいい香りです。はい、はい、そしたらこのねバゲットをこういう状態でこうね最初こう切り込み入れたどっかでいこうかな。こういう状態で吸わしてあげます。そしたらねこう最初の段階でもうこうずっと吸っていっちゃうからじゃあもうすぐにこうひっくり返してよいしょ。でこうやって全体の上下からこう攻める感じでガーリックバターをこう吸わせてあげます。よし、はい、切り口がねこの緑色が映ってめっちゃ綺麗ですよね。よいしょ、こうやってね早い段階でこうひっくり返してあげて上の方に全部あの油吸う前にこうやってこうひっくり返してあげて上下にこううまいこと油を吸わせます。さあそしたらここからはちょっとじっくり焼き上げますね。まあ、ついでにこの端っこもポコポコ入れちゃおう、焼いちゃおう。いやーこれでよいしょ、はい、こんな感じでねもうじっくり焼いていくとうわーいい感じだねこれ、見て見てこの感じたまんないねこれ、表面がカリッとバターでコーティングされてはい綺麗な感じに焼き上がりました。うわーもうめちゃめちゃいい香り。はい、そしたらはいこれで一旦ねガーリックパンの方はもう完成なんでここで一旦火を止めて、はい、さあそしたらはい、そしたら仕上げていきましょう。そしたらねこの熱いのちょっと気をつけながらこうやってねこの真ん中に先ほどの
卵ディップをたっぷりね、たっぷりのっけて、よいしょ、めっちゃ熱いけどね、気をつけて、ちこうやって真ん中にもうたっぷり入れるだけ入れちゃいましょう。いやちょうどぴったりぐらいかな。やっぱり卵をこの1サンドに1個の割合ですね。大体こんな感じでたっぷり卵を乗っけて、はい、そしたらね最後にねこのちょっとだけ取っておいたこのパセリをねちょっとこうチラチラってこう散らしてあげて、よしこんな感じで最後にねパセリちゃんを散らしてあげて、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、研磨式超簡単、ガーリック卵トーストの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じ、これだよ。どうです、この感じ。可愛らしいのできたね。いやー、じゃあ早速これを食べる前に、いつも通り、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。おいしい、もう、毎日おいしい、へへい。ってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。この感じ、可愛いでしょ。もう、たっぷりガーリックトーストの中に卵が葉っぱで詰まってますよ。これはめちゃめちゃ美味しい。すごい予定通りの味になったね。これは半端ねえうまいな、これ。周りのこのガーリックのトーストの香ばしさたるや、それにこのたっぷりこの中まで詰まった卵、すごいやってるこれ。これは美味しいわ。パワーがすごい。じゃあちょっと木村君。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。これは汚れてなんぼみたいな。汚れてなんぼ。ティッシュを用意していかないと絶対口の周り汚れちゃう。いただきます。はい、どうぞ。これ最強のタッグかもしれないですね。最強タッグだね、これは。うまっ。ガーリックバターが染みてるこのパンとさ、中にこれがこぼれるほどの入ってるこの卵もすごいしね。これ仮にだってやっぱパン屋さんにこれ並んでたら買っちゃうもんな、これ。これはすごいのできた。これはすごいのできたわ。まあこれ以上やるとなったらさらにここにとろけるチーズ乗っけて焼くみたいなこともできなくはないんだけど、そこまでやったらすごいけどね。いや、そうだよ。いや、もうな、もう本格的すぎてなんかあれだけど、まあ余ったやつはやっちゃっても構わないよね。確かにそういうやつね。やっちゃう？やっちゃおうか。やっちゃいます。やっちゃう。よし、多分持ちづらくなると思うんだよね。だから千村君二人でこの終わった後にこのままこうやってこう食べれるように銀紙敷いてさ、焼いたらさ多分こう持ちやすいんじゃないかなと思うんで、そもそも後で食べやすいようなイメージでこう取りやすいイメージもしといて、でとろけるチーズをたっぷり山のようにこう乗っけて、よし、さあこれで焼いてみましょうかね。よいしょ、うっくらしょっと。よし、よし、どうかな。意外といい感じに溶けてるっぽく見えるんだよね。じゃあ早速取ってみるか。うわー、どうこの感じ。うわー、やべえやべえ、すごいのできたかも。熱いから気をつけて、よいしょ。うわできた。これはやばそうだな。結局ここまでやっちゃった。はい、こんな感じ。よし、はい、こんな感じで。ここまで来るとなんて言ったらいいのかな、研磨式超ガーリックチーズ卵パン完成。ちょっとこれでもつけて、はい、こんな感じで。どうでしょう、またまたアレンジやっちゃいました。じゃあ早速食べてみましょう。すごいのできたね。ちょっと想像以上。もう見た目がさ、もう可愛いんだよ。もうケーキみたいなんだよ。
お店です。お店だなこれは。じゃあちょっと食べてみるか。熱い、熱そうだな。どうか。うん、うん、ああこれは抜群にうまい。やばい、これはおいしい。いただきます。うん、うん、どう？うわ、もう究極の掛け算ですこれ。うまい、うまいよね。うん、ここまで来たらもうお店だよねこれ。もうほんとマジでチーズも合うな。あーチーズの部分にちょっとだけこのタバスコっていうのもいいかもね。あちょっとこの、うんうんうん、あまりにも濃いじゃん。だからここにこのちょっとタバスコ入れて。うん、うん、味締まるね。あタバスコいいかも。ちょっとだけこう、うんうん、このタバスコの酸味で全体のこの濃さを締めてくれる。どう？うん、本当だ、うん、なんかあのほんのちょっとのタバスコで効くよね。なんかすごいこう、うん、締まるっていうか、うん、ちょっと我慢して1ヶ月に1回ぐらいは食べたいですね。ね、これはちょっと家でできんだもんね。うん、でこれぜひ焼きたてがいいよね。あ、カリカリぐらい、カリカリ、うん、もうお店だよこれ。もうお店のお惣菜パンみたいな卵サンド究極だこれ。うん、ということで今日のこのこれは卵サンドなのかガーリックパンなのかなんだかよくわかんない。サンドまずしてないですね。サンドしてないのか。ホールドみたいな感じで。ホールド難しい。ガーリックホールドパンがガーリック卵が名前難しいね。これフラワーとかでいいんじゃないですか。ああ。なんとかフラワーみたいな。ガーリック卵フラワーパン。うん。まあそんなんでいいや。はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。